はい、ジョイネースでございます。蒸し暑いんだけど、ここ今はなんか爽やかな風が吹いてきましたね。なんかさっき僕の譜面が飛んでいっちゃいましたけども、8月12日に、インチョン、漢字で人生って書く韓国の、町でですね、招待されまして、そこで歌うことになりました。で、その時に僕の後でやりますけど、感触談、この間もちょっと言ったかな、っていう曲を韓国語に直してもらって、まだ覚えられないんですよ、韓国語。あとでちょっとやりますけど、ね。で、それと同時に、その時に、実は、ノレの会っていうグループと一緒に行くことになって、その人たちが、韓国三権グループの労働争議って、僕も一緒にやったんですよ、戦って勝ったんですね。で、その時に歌ってた歌が、ピート・シーガーの曲だったってことを僕が言ったら、あ、そうなの？ということで、じゃあ、バンジョー持ってきてって話になって、飛行機にバンジョーとギター両方持ってかなきゃなってしまった状態なんですね。ただ全部ロハで行くんで、文句は言えないんですよ。なるほど。で、ちょっとその辺ところがですね、多分、オタマジャクシは帰りのこの、ね、いろんな替え歌になってる曲ですね。ソリダリティ、フォーエバーという曲です。ちょっとそれをやっていきたいと思います。スーさん得意だよね、これね。Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. 一人と一人が固く組めば、たちまちユニオン成立さ。職場の不満を団体交渉、ユニオンはあなたを強くする。Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. という感じで、おそらく、そこにいる人たちと一緒に歌うことになると思うんですけども、ただちょっと懸念があるのは、8月12日に行くんですけど、そのインチョンで何が行われるかと。密かにネットでは、じわじわとネトウヨどもが騒ぎ始めています。強制徴用連行っていうのがあって、子供から何か要するに拉致して、韓国の人たちを、朝鮮ですね。で、人たちで日本に工場とかで、軍事工場で働かせて、もう子供なんか指飛んじゃったりしてても、平気でそのまま働かせるとか、そういうひどいことをやってたと。まあ、慰安婦問題と同じですよね。で、それに対しての保証がないと。実際に裁判も日本で起きてるんですけども、その、連れ去られて、子供が連れ去られ、そこに、日本兵にやられていく様子の銅像ができたんです。その除幕儀式を、なるほど。委員長のって、8月18日、僕もそこに行くんです。なるほどね、ただそれはたまたまそれがそうであって、その団体も入ってるからってんで、僕はまあ労働文化ということで呼ばれてるだけなんですけどね。すごい日に行くんですよ。それではぽい歌ね、オリジナルの曲ですけども、どっかで聞いたことあるかもしれないようなオリジナル曲をやります。 Everybody sing, everybody dance, everybody sing a dance, everybody in the hall, everybody sing a dance, everybody sing, everybody danceEverybody sing and dance. Everybody in the hall together. Everybody sing and dance. Everybody pretty. Everybody handsome. Everybody pretty and handsome. Everybody in the hall together.
Cause everybody pretty and handsome. Everybody love, everybody peace. Everybody love and peace. Everybody in the hall. Everybody love and peace. Everybody sing, everybody dance. Everybody sing and dance. Everybody sing and dance. Everybody sing and dance. Everybody sing, everybody dance. Everybody sing and dance. Everybody in the hall. Everybody sing and dance. Everybody dance, everybody sing and dance. Everybody in the hall together. Everybody sing and dance. はい、ということで、9月24日ですよね。そうです。ね、もうエビバディがシングもダンスもできなくなってしまう。それに対しなってしまうような雰囲気が作られてしまうから関係ねえよ、できるんだよと、ね、それですっていうことで、言っとくけどというね、言っとくけどというね、あれをやりたい、やろうと思ってますんで、ぜひ参加、あれは見に来る、あるいは投げ銭、投げ銭です。投げ銭ありがとうございます。投げ銭ってのは当人だけど全体に使う、使うってね、悪いことはしませんので。アーティストのギャラにはなりません。ギャラにならないんだよね。うん、アーティストのギャラは、ただ、ね、いろんな設備が大事なんで、その設備の保険とかね、そういうのにしようかなという話が進んでおります。ということで、バンジョーコーナーは終わりにしてギターに持ち替えます。ちょっとお待ちください。はい、見えすぎちゃって、見えすぎちゃっても困らないんですよ、政治は。という歌から、もうみんな忘れてるからね、その辺ところをね。大丈夫ですね。はい、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 それではトファの歌。トファといえば、トミーファシストですね。トファ。ね。だって、代表があいつですよ。大日本帝国憲法にしろというやつがですね、何がトミーファーストだろう。ねえ。随分遅れてますよね。ファーストじゃないですよね。
都民ファシスト、うん、で何をせずちょうど7月22日かあの辺ぐらいが選挙だったんですね。都知事選も1年ぐらいですよ、ね、いよいよでもうすっかりあの時あいつは何を言ってたか忘れちゃっといけないんで、うん、小池の百合子という歌を歌ってます。はい、忘れられないの、あ、そう、これね、コーラスがですね、忘れられないの、忘れられないの、あなたは言った、あの日の公約、日の公約、都政の透明化、そんな感じでいきますので、お茶の間皆さんも一緒に、あの、ね、これ優しい歌ですかね、ピンキーとキラーズ、殺し屋ですよ、何たって殺し屋ですよ、ね、ピンチーとキラーズでございますよ。忘れられないの、忘れられない、あなたは言った、あなたは言った、あの日の公約、あの日の公約、都政の透明化、何らかの利権が自民党にあって移転の可決は強引と言ったの、小池百合子は選挙中の2016年7月22日に言ったよ、11月7日の豊洲への移転は一旦立ち止まると、あべらないで小池百合子、あべらないで小池百合子、あべらないで小池百合子、私は 何回も確認したのです、はっきりそう言っておりました。スモールパンドとか何か言ってましたけどもね、都合のいい時には代表になって、都合のいい時にはまた、代表降りると、全く何考えてですかね。覚えてください、都民ファシスト小池百合子でございます。もう一回いきます。忘れられないの、忘れられないの、あなたは言った、あなたは言った、あの日の公約、都政の透明化、何らかの利権が自民党にあって移転の可決は強引だと言った、要するに利権が移動しただけなんですね。小池百合子は選挙中の2016年7月22日に言ったよ、明確に言っております。11月7日の豊洲への移転は一旦立ち止まると、あべらないで小池百合子、あべらないで小池百合子、あべらないで小池百合子、あべらないでね。もうこれあべらないではほとんどスーさんのあのアベラの歌今日やんなかったけどやったかやったか、あ、さすがですね。今日のスーさんはね、ひらがなスーさんなんですよ。ひらがなスーさん、あ、僕自分で書くの忘れた、後で書いとこう、ね、ということでございます。じゃあスーさんも言ってたあの超パギアンがね、今絶好調で、あのあれもね YouTube に上げている、もうこれはすごいというね、あの曲、私のバージョン、私が求む、あの実はですね、パギアンって、外国語の先生なんですよ、あの河合塾ので、それで芝居もやるし何でもやるっていう人なんだけど、大阪で何話のでかいから巨人って言われてるんですね、何話の巨人パギアンと、大阪では有名です。
東京に来るとあんまり有名じゃないんで、僕が応援したりなんかしてこう下北沢も超ファンもいまして、で芝居なんかは花園神社の下にあるあそこの唐十郎の赤テントなんかにも出てるんですよ。だから役者でもあるんだけど、僕は大好きなんですね、うんうん、でやっぱりね考えること一緒でね、前僕311前のって歌ってたでしょ、はいはいはい、あれも同じ頃に日比谷の野音で彼は311前って歌ってたんですよ。そうだ、それ後で知るんだよ、お互いに、お互いに知るんだけど、そんなもんですよ、替え歌なんて。発想が一緒なんだ。発想一緒。ちなみに替え歌は歌詞には著作権ないです。はいはい、元の歌詞作った人に印税がいっちゃいます。はいはいはい、ね、で最近こうヒッチェックしたのはファンキー末吉だっけ。ああね、あれがジャスダックと戦ってますよね。そうなんだ。で今度本を出すんで、ジャスダックと戦う850何日とかいう本を出して、今クラウドファンディングを求めてますけど、もっとすごいのは彼が北朝鮮の女子高生にロックをやらせたんです。ああ、北朝鮮初初ロックって。でしかもその女学校なんだけど、うん、で彼はそこで音楽を教えるわけなんですけど、その学校の真向かいが軍隊なんですね。それで、うるさいって軍隊から文句出たんだけど、やれっ ってやり返したと、うん、でそれが YouTube 載ってますんで、制服した女子高生、真面目そうな女子高生がファンキー西洋史の横で演奏してますね。すげえ、だからすごいですよ、やっぱり、ロックだよ。バックウスランプだっけ？バックトランプ。あ、バックスランプ。彼はね、中国、奥さんが中国人で、はいはい、中国に渡ったんだけど、そっから北朝鮮になぜか渡っちゃったんだよ。すごいよね。すごい。まあそれはそれとして、ごめんなさい、ちょっとチューニングしてる。湿気があるんで、ひどいよね。そう、湿気がありますね。そうなんだよ、そう。まあ似てる。はい、ということで、はい、それではあれ行きましょう。はい、あれですね。さっき言ってた、パギアンじゃないバージョンです。うんうん、ちょっと聞き苦しい点もちょこっとわざと入れます。聞き苦しい点、はい、それはやっぱり芸人球場の会でもパギアンと私の芸風は違うんで、パギアンはだいたいアホだらけっていうのをちゃんとやるんですよね。だから決まったことは、僕はちょっと決まらないことをやるということです。では安倍蔵はジョニーチバージョンです。アベズオーバー言いたいけれど終わりにしよう、キリがないから。アベズオーバー選挙公約には、戦争秘密を信教防災法はなかったはずよ、3つも作りやがって。アベズオーバー、あたいはおもちゃや奴隷になるのは絶対嫌よ。アベズオーバー、最後に一つ人を騙しちゃいけないよ。天ぷら接待でマスコミ封じたり、本音をつかれてヤジを飛ばしたり、恨み持つ人が大勢いる。アベズオーバー、感じ悪いよね、早く出てって振り向かないで。アベズオーバー、
get it. Albert's over. 違うだろう、違うだろう、このハゲ。この阿部を割って歌っていいのかね。自民党に届け出したけどまだ自民党から離れてないんだけどなっていう、どういう子、もしあなたの子供が血だらけになってもいいのかな。マリコ様の前でそんなこと言えるのかな。このハゲ俺だ。あ、ごめん、スーさんごめん。アベズオーバー、感じ悪いよね。内閣も早く出てって振り向かないで、なだたまみま左ですね。アベズオーバー、うー、山本幸三なんか嘘ばっかりついてるよ。戻らないでね、アベズオーバー。都合に合わせて閣議決定、証人喚問が怖くて逃げ回ったり、きっとあんたにうんざりな人が大勢いる。アベズオーバー、出てって振り向かないで、アベズオーバー、うん、戻らないでね、アベズオーバー。さあ、霞ヶ関を歩いている官僚の皆様方、心の中で歌いましょう。都合に合わせて証人喚問が怖くて逃げ回って責任なしにつけたり、きっとあんたにうんざりな官僚が大勢いる。ありがとうございます。手振ってる方、あなた、さあ心の中で歌ってください。そして人がいなくなったところで、トイレの中とかそういうところで拳を上げて歌いましょう。アベズオーバー、早く出てって振り向かないで、アベズオーバー。